しいなって思っててね、ちょっとカノンブログでねコメントっていうか感想っていうかなんかもらおういたいなって考えてるけど、今どうなんだろうと思って今ちょっと考え中。そう、ブドウ豆が一番こう行きやすいんですよね。聞いてみる、聞いてみて。エネジー行きたいよね。リンゴ豆はブドウ豆が登場するまではリンゴ飴一強だったんですけども、ブドウ飴が出てきた瞬間、ブワーンって、ブドウ飴が通り過ぎた。もう本当にブドウ飴美味しい。今注目してる可愛い子優しい。ちょっと今手元にいない。ちょっと携帯がここにあるから、ちょっと携帯でね、ちょっと誰見るかな、最近。日向坂さんの、きょんこさんと、バースタさんの、ミシナルカさんと、アイドルですか？アイドルだと誰かな。推しメンになったりしたらずっとその人は大好きっていうのでもう別枠なんで、今っていう風に考えるとね、頑張るのね、大変そう。確かに。あと誰だろうな、誰見てたかな最近。アイドルじゃない場合はあのまこみなさんのまこさんいるじゃないですか、が今 YouTube やっててまこちっていうアカウントの名前でやってるんですけど、その方がすごい可愛い。あとアイドルだとあと一人誰だろう、最近よく見てる人、めっちゃなんだろう、誰ですかね、ちょっと出てこない。カノンメールはメールの返事で、多分忙いかなんでも全然読むので、結構いろいろ見るたくさん見ます。もこち知ってる、可愛いですよね、大好きなんです。ビビやん、違うよ、可愛いなって思うよ、推しとは違うから。前田ベリカさん、違う、久しぶりに、いやベリカさんは違うよ、だから推し面は別って。否定的なコメントとか見てない。否定的なコメントありますか？タクみたいなやけ、いやいや違う、本当に違くない？可愛い子はみんな好きでしょ？でも推しはさらに可愛いでしょ？もう推しは別格に可愛いじゃん。それを踏まえた上で可愛い子は好きでしょ、みんな仲間でしょ？いや好きじゃん、可愛いんよ。でマイブームなんよ。癒し、あーそうそうそう、癒される。足がしびれた。だって可愛いものは可愛いからさ、やっぱりやっぱり可愛いものは可愛いじゃん。人それぞれだよ、可愛いもね。
可愛い、もう顔だけじゃなくても声とか歌とか性格とか含めて可愛いっていう場合もあるし、顔が可愛いっていう時もあるしっていう感じ。押している自信が今自分にはない。でもその上の人が押しはフィーリングって言われるけど多分大丈夫よフィーリングだけまれたいかどうか、あ、大丈夫？大丈夫？そうそうそう。可愛いってならないけど、なんかほっとけないんだよねって人が推しの人もしかしたらいるかもしれないしね。わからないけど。イモスのカノにめっちゃ惚れた。でそれすごくすごく言われる。なんかイモスめっちゃ言われるそんなに私イモス見れてないんですよ、ライブしてて。可愛いのに画面が出てこないんですよ。もうおらん。ガンスよかった。イエーイ。サムライカノン。そうそうそう。悪役でしたね。英語もしゃべる。そうなんですよ。聞いてください。イモス見てない方がいたら、ちょっとごめんなさい。聞きたくない人、ちょっと耳塞いでてほしいんですけど、無理か。それ、英語でね、今回、盾をやったときに、演技をねやるじゃないですか。その時にね、やっぱ日本語でやっても外国の方に見せるってなった時に、やっぱり日本語だと伝わりにくい。カノン的にはね、一個言うよ、日本語も含めて日本の良さだと思うので、あのたっての舞台っていうか、あの盾のやつは日本語でやるべきなんじゃないかって全力で思いながらやったんですけど、あれやっぱり日本語だとお話は伝わらないから英語でやりましょうっていうことになって英語でねやったんですけど、マジでできないな私英語。もう今見ての通りできないんだけど、もうご想像の通りにできないんだけど、マジでできない。もう本当に英語をね久しぶりにマジでやって、はいと、もう、ちんぷんかんぷん。どこまで放送されたかわからないんですけど、めっちゃ泣いて、私、イモースで泣いたの初めて。なんか、イモースで、なんか、悔し泣きをちょっと、ってな、その、なんだろう、この、なんか、発表がとかでちょっと泣いちゃったこととかあるんですけど、なんか、こう企画でちゃんと泣いたの初めてで、めちゃめちゃ難しかったんよ。本当に。もう、あのね、伝わってほしい。マジで。マジで。泣いてなかった。あ、じゃあちょっと裏で泣いた。あのね、めっちゃ泣いた。はぁーと思って、もう本当にやばいの。もう私ね、英語なんか先生も放送されてどこ取られてたか分かんないけど、先生もなんか最初過去分詞がどうのこうのでみたいな、なんかまず日本語と英語を、これはこの日本語はこの英文で、この英文はこの日本語でって一致させないといけないってなって、頭の中でね。でだからこれをこの日本、この単語はこういうこっちの日本語だとこの意味なんだよって、こうやっぱり、いや、なんて言うんだろうな、ラン走るとかだけじゃなくて、なんかランにもちょっと日本語にすると、日本語ってこういっぱいいろんな意味があるじゃないですか。走るにしても今
走るはないか、なんかあるじゃないですか、ニュアンスっていうか気持ちっていう、気持ちによってちょっと言い方、言い回しが変わっちゃったりするじゃないですか。それはなんかこの日本語だとこの英語英単文でみたいなのをやったんだけど、まずなんでこれがこうなってみたいな、これは過去分詞なんとかのみたいな、過去分詞になっててみたいな、で過去分詞てんてんてんってまず最初なるんですよ。私はまず壁そこね、もう過去分詞、もうか過去分詞とはってなって、マジでそれ放送されてた、もう先生が説明してくれようと思ったんですけど、マジで時間がなくて、その時そう私縦も覚えなきゃいけないのにまず英語を覚えなきゃいけなくて、おお、でそんでしかもあの英文、私ローマ字以外読めない読めないんですよ。あの英文を読めない、ちょっとカノンちゃん専門外なんで、あの英文読めなくて、先生にね全部読んでもらって、それをこう気合で音で頭に入れていくっていう方法でやるしかなくて、もう本当にやばかったんですよ。何専門なんだろう、ちょっと分からんけど、ご飯食べる専門。いやマジで本当に本当にそう、ヒアリングでやるしかないよね。でもあの放送されてたかな、分かんないけど、みちがずっと先生がね、他の子についてる間みちがずっと教えてくれてて、でみちが練習してる間先生がずっとカノについてくれててみたいな、マジでカノ縦の練習全然できなかった。英語の難しさよ、めっちゃ全力で分かんない単語に ほとんど分かんないから、めっちゃカタカナで上に書いたもん、ハテナがいっぱいだった。もうえっ、うーみたいな、マジで超泣いた。今回はめっちゃ難しかった。そう一日でやったんですよ。マジで泣くかと思ってない、泣いたんだけど本当にやばかった。でも泣いてるとこが放送されなくてよかったです、マジで。マジで縦より絶対英語が難しかった、あれ。英語やばい、あれ。もうね、開いた口が塞がらなかった。つって先生がゾってまず言ってく言葉がもう何暗号みたいななるから。最初ね、ズグラズズズズルルルルルルって言って、でもさやっぱりさ日本語でやっても伝わるじゃないですか、やっぱりその場の雰囲気とかで、悪役っぽかった悪役だとか伝わるじゃないですか。あ、まあ伝わらないかもしれないんですけど、伝わるじゃないですかね、大体雰囲気で。でやっぱりで、日本語の方が、いや日本語だったらね、でもまあ面白くないっていうのもねあるから、もあれなんですけど、日本語ね、ちょっと難しいよね。まあ英語は難しかったって感じです。自己紹介のとこからやばい。え、何の自己紹介、かのちゃん2番目に賢い、ああそうかもしれないいや本当に英語ってどうしてあんなに難しい、いやちょっと本当に、英語はマジで手話もねちょっとしかできないんですよね、挨拶ぐらい、挨拶ちょっとだけ。外国の方が来たら日本語でめっちゃ伝えるあんまり外国の方来たら、
日本語で喋ってるかな。いや、なんとなくわかるじゃん、やっぱり。言ってること全然わかってない。あ、でもなんか簡単なことって、うん、ええってやってたら、あっちもさ、めっちゃ簡単にして、もうラブラブキュートキュートみたいな、めっちゃ簡単な、もう単語だけで言ってくれるから、あーセンキューセンキューみたいな感じにはなる。だいたいなんかなんとなく伝わるよ。単語くらいは大体の意味はさ、いや、まず単語がわからないんですよね。握手会英語系？センキューしか喋れないけど大丈夫？単語もセンキューとハローぐらいしか分からんよ。I love you とかだと分かるよ。みんなそんなに英語喋れるの？私聞き取ることは割と、なんかさ、聞き意味はなんとなくわかるじゃん、雰囲気で。だから聞き取れるか聞き取れないか別に普通に、だって、うん、やっぱりシンガポールとかグアムってさ、日本語が多いけど、日本語で喋ってくださるスタッフさんも多いけど、なんかちょっと街の方に行ったりすると結構お買い物とかは英語でやらないといけないじゃないですか、グアムとかシンガポールでも。私それでもなんとかやっていけたから、私なんとなくわかるよ。わかるよ。あの、みんな、私っていうか多分みんなわかるよ。気合と根性よ。もう困っちゃったらやるしかない。レッドって何？もし、if がもしとかだったらわかるんや。あんた英語はパパが喋れるけど、あんまり自分も気にしたことない。なんか、なんかさ、身近な人がさ、誰か喋れたらさ、ちょっとまあいっかなって思ってしまうよね。お前がだってだってあなたが、レッドってどういう意味？いいな。アジアの市場行ったら安いよ本物って。絶対本物嘘やん。本物絶対嘘じゃん。How are you？ 別に選挙よりもいい。なんかアンデューって答えたらあんまり良くないっていうね。ハワイユ、センキューアンデュー、まあそれで習うんだけど教科書とかって、なんかアンデューって答えたらあんまり良くないって聞く。
わかんないけど、カノのパパ勉強好きなんだと思う。1000円、1000円。問題なし、まあ問題はないけどね。なんかちょっと上から目線になってしまうから、あんまり目上の人には言わない方がいいみたいなのを前なんか参考書みたいなのに書いてあった。カムちゃんも賢い。いやてか人間ってなんかニコニコしてたら大体なんかなんとかなるっていうか、わかんないけど。リスニングテストは絵とか書いてないかったら勘よ。勘か。あのカノンがね、小4ぐらいの時に友達が、小3かな小4かな、友達が、仲良かった友達がイギリスに転校して行っちゃったことがあって、その子めっちゃ英語ペラペラになって中3ぐらいで帰ってきた。びっくりした。ミチとカノンがポイントゲッター。うーでもマリーナって頭いいよ。でもなんか私リスニング大体合っとるんよいつも。いや勘が冴えるんよやっぱりそういう時って。そうやっぱね、そういうとこ出ちゃうんです。勘が冴えちゃうんですよねやっぱ。鉛筆を下ろすの、英語は選択肢少なめだからね。まあやるけど、ちゃんと聞いてるんだ。いいえ。聞こえない。なんかみんなが第2問解いてるぐらいにもう終わりよる。やばいよね本当に。ちゃんとやんないと本当に。リスニングじゃない、フィーリング。パリピ？私パリピじゃないよ。いやーどうなんだろうね。目指す平均点。ほんとよ。あのほんとよ。え、トイックって何？トイックって何？英検みたいなやつだったっけ？ご飯係頑張らなあかん。なんかみんなが絶対ちょっとバカだから勉強しなきゃとか言ってるけど、多分カノンのママとパパは、はあ、うちの子が絶対一番バカだよって思ってると思うんだよね。見てるかな。マジでやばいんよ。なんかこんだけ自分のことバカバカ言ってるけど、みんな言ってる3倍ぐらいはもうちょっとバカだと思っとってほしい。やばいよね。でもやればできる多分。
んかみんなのやばいと多分違うと思う。でもさ、私さ、笑いも取れない、困ったことに。困りましたね。いや、マジでどうしよう。ちょっと本当に、本当にどうしよう。最下位じゃなかったらいいな。でも思うんよ。これだ、中学生もいるですでしょ。で多分自分ばっかですって言ってきて、なんだかんだ多分ボケに走る子は絶対おるんよ。30人ぐらいおるわけだから、絶対分かっとってもボケに走る子は絶対におるから、私多分最下位ではないと思うね。なんだかんだ下から10番目ぐらいにはいると思うんですよ。あの MV 欲しいけん、あのボケ恋愛よ。私はそんな無理よ。そう、絶対分かってボケに行く人はおるから。まあでもそんな余裕はない、私には。ボケに走りたい。確かに確かに。うーん、だって難しいんだもん。誰か勉強教えて。上狙いじゃない？どうだろう。もうどうだろう。上かってかボケないでしょ。そうかな、そうでもないと思うよ。得意な科目？体育。だってさ、日本史のテストでさ、全部に卑弥呼と書くような人だよ。できるわけないもん、普通の学力テストなんか。困っちゃうよね。全部3って書いたりしたら1個しか合ってないみたいな。もうさ、そんな無理。なんで？どうしてなの？ま、体力テストとかがいいんだけど。本当に。いやでも私それやったのは高1の時なんで、その時よりはちょっと知識もちょっとぐらいはやっぱり増えてるから、卑弥呼よりは多分5個ぐらいレパートリーが増えてると思うんですよね。多分
織田信長、あ、織田信長も書けるよ。でもなんかやっぱ歴史はわかるじゃん。なんかさ、こうさすがにこのさすがにお米作って土掘ってた時代に織田信長いないでしょとかはわかるよ。でも縄文か弥生かで言ったらちょっとその辺はわからんみたいな。わかる？いや、さすがに織田信長多分普通の服着とっただろうなとか、あと写真とかついてたらさすがにこのドレスはこの時代ないでしょっていうのはなんとなくわかるんよ。わかる？言いたいこと。そういうのはちょっとわかる。卑弥呼さすがにドレスの時代には生きとらんわとかはわかるんだけど、そういう感じ。え、でも本当にのそんなに多分大丈夫だと思う。なんだかんだだってそれが全国模試とかってあれだけど、夜のメンバーでしょ。え、大丈夫な気がするんですよね。平均で下げなきゃいいんでしょ。杉田玄白、みんな杉田玄白思い出胸に抱いて。小野小町って誰？安土桃山と江戸時代。安土桃山はあのシャキンシャキンって戦ってた時で、江戸時代は牛食べたらダメだった時でしょ。小野小町誰やねん。何した人それ。世界三大美女、誰？クレオパトラとかでしょそれ。美女、へえ。カナンが覚えた時の鎌倉幕府が始まったやつと終わった時はなんか結構変わってるらしいです。私が習ったやつとクレオパトラに並ぶ。ほんまに？絶対嘘よ。まずクレオパトラの顔知らんけどね。キンキンの人でしょ。クレオパトラの顔ってみんな知っとん。小野小町。写真絵によって写真顔変わりすぎじゃない？分からんくない？この人が可愛かったかどうか。クレオパトラ顔って調べよう。クレオパトラ顔。あ、なんかめっちゃ怖いんだけどえ、ちょっと配信終わったら誰かさ、クレオパトラ顔って調べてお願い。画像のとこめっちゃ怖かった。今びっくりした。人の顔がいっぱい。しかも顔結局わからんし。めっちゃびっくりした。いろんな顔があってめっちゃ怖かった。誰か調べてみて終わったら。やばっ。
怖いよね。もう漢字読めん、さっきから流れてくる人。どなた？酔う気比、酔う気比、酔う気比、酔う気比。どなたやねん。酔う気比、酔う気比。イントネーション違うらしいよ。酔う気比、調べたい。ちょっと。いけるかな。いやゆよ、酔う気比。ひひひやゆよよよはひひひえあ、あ、顔、顔って出る、顔って出る。えー、かわいい。あ、58分。あ、かわいいか。は、か、あーでもまあかわいいかもしれない。ちょっとわかんない、ごめん、わからん。いきまーす。13位、ルイ・ヴィトンさん12位、フィノさん11位、カルマンさん10位、モンチャート、ミキノコグミさん9位、中野さん8位、スイクンスピリットさん7位、モトロンさん6位、ツノコナソウさん5位、パープライアトサクラさん、カミワシさん4位、花火さん3位、ツダちゃん3位、ともゆきさん1位、ホッキュさんでした。ホッキュさん、ホッキュさん、ホッ、ありがとうございました。イエーイ、配信ありがとうございました。皆さんも配信見てくださってありがとうございました。多分ブログも出てると思うのと、あとメールじゃない、なんだっけ、ツイッターも出したので見てもらえると嬉しいです。今日も一日お疲れの、明日も頑張るの、明日は朝配信します。おやすみ。バイバイ。え、ボケてないよ私。バイバイ。あ、顔不明。陽気比、陽気比、陽気比クレオパトラなんとかが三大美女なの。え、日本人多くない？日本人可愛いってこと？そういうこと？陽気比、違う？陽気比は誰なの？モノコノノコ町、そう。あ、中国なんだ。なんだ。日本人、え、世界の中で日本人そんなことある？人口少ないのに？絶対嘘よ。中国は分かるけど人口多いから、確率的に日本、それで日本人が入るのは絶対さ、日本人が考えよるよそれは。